浜松オートレース場所属の栗原圭介です。ロードレースを経験していました。規律を守ってやっぱりそのルールの中で、まあ、オートレースもそうなんですけどルールがあっての、競技なのでやっぱそういうのを一から学ぶっていう面ではすごく自分も一から勉強しながら学んでいったっていう感じですかね。そうですね、やっぱり小さい頃から大人の社会でスポーツをやってきたっていう部分は確かにあったんですけど、まあ、そのさらに磨きをかけるっていう上でやっぱ初心に戻ってしっかり一からそういう部分も教えていただきながら学んでいきました。森脇一さんです。そうですね、僕がもともとロードレースのチームにいたのが森脇エンジニアリングっていう、マフラーの会社で有名なんですけど、まあ、そこのチームに所属してまして、まあ、そこでいろいろレースのことだったりとかライディングのことだったりとかそういうのをすごく親身になって教えていただいた方なので、その名をデビュー戦のエンジンに名前に使いたいなと思って、まずはじめに森脇っていう名前をつけました。で、13に関しては、僕がロードレースを経験する上にあたって、すごくよくしていただいた方が、鎌田学さんっていう方で、13っていう、ゼッケンをつけて走られていたので、その形見じゃないですけど、それも含めて、まあ、13という数字がすごく僕に合ってるなっていうので、つけさせていただきました。一つ一つ、与えられた目標課題っていうのが、養成所でもそうですけど一層一層走る中で、課題があるので、その課題をまずは一つ一つクリアしていって、で目の前のことを一段一段、登っていくように、一気に超えられることはないので、一つ一つ目の前のことを取り組んでいくだけです。皆さん、僕は最大の武器は勝負強さです。そこをオートレーサーとして最後まで諦めずに頑張りますので、応援よろしくお願いします。